皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は9月13日金曜日、13日の金曜日ですね、まあ、キリスト教徒じゃないんで関係ないんでね、本日も音楽と機材もそのでに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日の新規初投稿も追加投稿もですね、愛知県名古屋市47歳コロキン0521さんからのねボードなんですよね。実はあの途中までねこうツイッターでこのご紹介の画像とかね、コメント、ツイートの内容、書くまでですね、同じ方だってあの気づかなかったんですよね途中までね、それぐらいですね、新規初投稿の時のボード大型アップデート前としか書いてなかったので、ここまで変わるとは思ってなかったんですよね。で新規初投稿のねボードの方はですね、見ていただく通りですね、矢印にある、ボスの GT1 を中心にですね、組まれた、ぬいぐるみも可愛いボードということなんですけども、この追加投稿3回目の投稿とね2回目の投稿内容は同じなんですけれども、ボスの ES5、5ループのねプログラマブルスイッチャーを中心にですね、空間系、それからモジュレーション系はですねストライモン製でですね3台も入れているということでですね、でよく見たらですねそれ以外の赤い矢印のところはですね、新規初投稿のボードのコンパクトエフェクターとかワウをですねこう引き継いだ形になってるんですよね。ということでですね、一瞬見た時にはですねまさか同じコロキンさんからのボードだって本当わからないぐらいのですね大進化を遂げたボードということでですね、今回ちょっと驚きもあってですねご紹介、お一人様でしたけども、この進化のほどをですね見ていただきたくてご紹介させていただきました。でこのようにですね、コロキンさんの方ですね、1回目の投稿の時は、一言だけこういう形でね投稿いただいて、で2回目の時にですね詳細解説、アップデートできたということでですね、ループ内の、詳細なブランド解説、製品解説をですねしていただいております。で3回目はですね、ステッカー届いたということとですね、実は、投稿された写真の方はですね、使ってるアリアプロ2のですねエレキの方もですね一緒に撮影していただいてるんですよね。ありがたいですね。ということでですね、過去のボードもこういう形で履歴で見れますので、皆様方もですね、ボードの方はあまり進化してなくてもですね、ギターと一緒に写すとかですね、アンプと一緒に写すとかですね、そういう形で投稿いただいても面白いかなというふうに思いますので、ぜひともですね引き続きエフェボの方を2回3回とですね投稿いただいて、ご自分の備忘録としてもねお使いいただきたいというふうに思います。コロキンさん、ステッカーの方もですね、ぜひともいろんなところに貼って使っていただきたいと思いますし、また次回はですねマイページの方、エレキとかねたくさん載っけていただいておりますけども、このボードのですねスイッチャー制御のこのね、それから、メビウスとかタイムラインとかね、ブルースカイとかですね、こういったあの綺麗な音がしそうなエフェクターを鳴らしてですね、ぜひともまた投稿、動画の方の投稿、リンクなどもねしていただけたらありがたいというふうに思います。そして最後になりますけれども、今日のバナーということでですね、ボスの200シリーズですね、もうすでに、デジタルディレイとですねイコライザーの方、フェボの方に事例もございますけれども、もう店頭に並んでおりますのでね、で意外にボードに、こういう形で事例のようにですね見ていくとですね、意外に小さいと、スペース横幅もあまり取られないと、でそれから上の方にね、インプットアウトプットがありますので、小スペース化を図る上でもですね非常にこう役立つエフェクターかなと、シリーズかなと思いますので、こちらもね、この3連休、ぜひともねお店に行って、試走されたりね手に取ってみていただきたいというふうに思います。それでは13日の金曜日も、音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。投稿もお待ちしております。